オラニエンブルクはドイツのブランデンブルク州の都市、オーバーハーフェル軍の軍庁所在都市。人口は約4万5千人。ベルリン中心から北に35キロメートルのハーフェル側の沿岸にある都市である。オラニエンブルクは以下の旧地区から成り立つ。オラニエンブルクはもともとベッツオウという名前だった。この町は12世紀に形成された。 最初に記録に名前が出てくるのは1216年である。ブランデンブルカ辺教博アルブレヒト一世がハーフェル、川沿岸に城の建造を命じ、この城の周りに商人や職人が集まるようになったのが始まりという。1646年に大戦抵抗、フリードリヒビルヘルムはオラニエナッサオ家のルイーゼ・ヘンリエッテ・ホン・オラニエンと結婚した。 彼女はこの町に非常に惹かれていたので、フリードリ・ヒビル・ヘルムは彼女にこの町をプレゼントした。彼女はこの町に、古国オランダ式の城を建てることを命じ、この城は、オランニエンブルクと名付けられた。1933年1月30日に、ナチス党首、アドルフ・ヒトラーが首相となり、政権を掌握すると、その副審のヘルマン・ゲーリングは、プロイン州内章に任じられた。 ゲーリングは1933年3月に、このオラニエンブルクに強制収容所の創設を命じ、1933年3月に、突撃隊の管理のもと、最初のナチス強制収容所である、オラニエンブルク強制収容所が置かれることとなった。さらに1936年には近くに、新英隊の収容所として改めてザクセンハウゼン、強制収容所が設置された。 オラニエンブルク強制収容所は解体され、ここの場所には、ヨーロッパ中のナチス強制収容所を監督をする、強制収容所総監及び新兵隊独ロ、部隊司令官の本部が置かれた。ベボケルウング・イムラント、ブランデンブルグナー・ハンツフライン・ゲメーンデン、アンターン・ウント・ゲメーンデン31、デートセンバー2020、ダス・オスプレイク・ワーター・バッチ、ズーデン。 ISBN 978-3411040667からありがとうございます。